こんばんは、FX 専業トレーダーの翔太です。ここ数日間ですね、ちょっと動画の更新が止まっておりまして、申し訳ございません。実はですね、旅行の方に行っておりまして、で、まあ旅行から、まあ帰ってきてですね、まあ帰ってきてというか、まあ旅行の帰りがけあたりからですね、謎の片頭痛に襲われまして、で、頭痛いなとかって思いながら、で、まあ、ちょっと動画もね、撮りたかったんですけども、ちょっと片頭痛がまあひどいもんですからね、まあ、病院の方に、行きましてですね、まあもう薬はもらってるんで、まあすぐ治るとはね、思うんですけども、まあだんだんね、体調の方はまあ、回復してきておりましてですね、まだ完全に治ってるわけではないんですけども、まあ動画撮れるぐらいまでにはまあなったんで、まあちょっと動画をね、撮っております。で、まあ、なので、今日を機にね、また、できる限り定期的に、まあ動画講座の方はね、やっていきたいと思ってますんで、今後とも、よろしくお願いいたします。で、今回ね、お話ししたい内容はですね、ちょっとまあ人によってはですね、ちょっとこう、ショックを覚えるというか、ちょっと焦ってしまうような内容かもしれません。なんですけども、この焦りというのは、全然、なんていうんですかね、ネガティブな焦りではなく、まあそのポジティブに、焦ってほしいというか、もうちょっと日本語おかしいですけどね。まあ、ポジティブな焦りだというふうにまあ感じていただいて、まあ、その後どういうふうにアクションをあなたがね、起こすかは、まあ、それは、なんていうんですかね、あなた次第にはなるんですけども、まあ、とりあえずですね、一からお話ししますね。まずですね、僕は、最近ですね、DL マーケットの方にですね、招待式12点お得セットという、まあ、僕がね、これまで販売してきている、その FX 教材をね、まあ、まとめてね、お得な価格で、販売しましたよっていうね、いうコンテンツ。それがまあ、招待式12点お得セットになるわけなんですけども、こちらをね、まあ、販売開始してからですね、早くもですね、本当にたくさんの方々に、まあ、ご購入いただけておりましてですね、まあ、それと同時に感謝とね、喜びの、メッセージをね、くださる方も、まあ、非常に多いんですね。で、まあ、どういうね、喜びと、感謝のメッセージがまあ多いのかというと、まあ、僕の FX 教材の中で、まあ、一番ね、ご好評いただいている、教材というのがですね、招待式、オリジナルウォルフ波動トレール必勝法の、通常版と、あと、まあ、招待式、5分足、オリジナル FX トレール必勝法、真の聖杯版。まあ、この2つはですね、本当に非常に人気でして、で、まあ、どっちかって言ったら、もちろん、招待式オリジナル、ウォルフ波動トレール必勝法、通常版の方がね、まあ、今現在となってはね、人気なんですけども、で、その次に、まあ、招待式5分足が、来るって感じですね。まあ、今現在は、まあ、そんな感じの、まあ、人気順というか、そんな感じなんですが、それプラスですね、その下について、招待式超高速スキャルピングトレール必勝法、そして、まあ、その下に、招待式デイスイングトレール必勝法、まあ、これがまあ来るわけですね。で、これらその4つの教材というのが、まずセットになっているっていう時点で、めちゃくちゃ嬉しいそうなんですね、購入者の方からしたら。まあ、それは確かにそうかなと思います。めちゃくちゃ、嬉しい。僕、逆の立場でもすごく嬉しいことだなと思います、これは。この4つがセットになっている時点ですごく嬉しいのに、まあ、そこにさらに、
まあ、メンタルに関するね、上達式、上昇トレーダーメンタル構築法だったり、あとは、まあ、FX 裏技解体新書シリーズですね、これのもう1から7までね、まあ、お付けしているというね。だからそのコンテンツのそのね、ボリュームとしてはですね、正直これまで、まあ、多くの方々が FX の教材というものをね、まあ、販売してきていると思います。これまで本当にたくさんのね、FX 教材がまあ世に溢れてると思うんですけど、まあ、いろんな FX 教材をね、買ってきている方だったら、わかると思うんですけども、こんなにもう、まあ、ボリュームが多すぎて、なおかつ、クオリティもめちゃめちゃ高くて、なおかつロジックもかなり優秀なロジックでね、もう本当に FX の本当に基礎からもう本当に、応用までね、もう本当に余すことなくこう学べる、そんな、コンテンツがですね、まあこの価格でね、販売、されているのって、なかなかね出会ったことないと思うんですよ。うん、これは本当にいろんな FX 教材を買ってきた、方なら、おそらく昇太式12点お得セットのやばさというのはもうおそらくね、重々多分ね、感じていただいてるんじゃないのかなと思うんですよね。うん、だからまあそのボリュームとクオリティと、あとまあ再現性とかね、あとまあその応用の効く、まあ、裁量トレードをね、まあ、手に入れる、手に入れるためのまあステップというかね、その最短最速でね、あれですね、応用の効く、裁量トレードスキルを、まあ、まあ、手に入れるためのまあ道のりというかね、そういった部分に関してはですね、まあ、昇太式12点お得セット、これをですね、まあ、一つ、まあ、手に取っておけばですね、本当に、とりあえず間違いないのかなって感じですね。あとはあなたがね、一生懸命、まあ、学習していただいてですね、諦めない心とね、継続して FX 頑張ってやるんだというね、まあ、その熱い気持ちですね、まあ、努力ももちろん必要なんですけども、ただまあ努力といっても、その初心者の方にもですね、できる限りですね、すぐにね、習得していただけるような、シンプルなね、できる限りシンプルなトレードロジックに一つ一つしてますんでね、まあそこに関しても、まあ初心者の方でもまあ問題ないのかなと思います。で、なおかつそのメンタルに関する、まあ、先ほども言いましたけど、昇太式上昇トレーダーメンタル構築法、これもまあついているわけですし、言うことないなっていう感じですね、正直。で、別に、今回この動画で昇太式12点お得セットをめちゃくちゃその、売り込みたいとか、そういう動画じゃないんですね。今回伝えたい内容というのは、まあ、もちろんその昇太式12点お得セットのやばさをね、感じていただきたいということで、まあ、今こうやってベラベラと話してますけど、一番伝えたいのはまあそこではなくて、その危機感というものをね、持ってほしいということなんですね。で、これは昇太式12点お得セットの、中に含まれているその FX 裏技解体新書シリーズがあるんですけど、その FX 裏技解体新書に、まあ、まつわる、まあ、話になっていきます。ここから先は。で、昇太式12点お得セットを、買っている方っていうのは、おそらくその危機感というか、なんていうんですかね、まあ、そのピンチが来る前に、さっと最善策を取るというか、その応急処置というかね、そのまあ、動きがね、早い方だと思うんですよ。
で、この、さっと動ける人、ピンチが来る、前にですね、さっと動くことができる方っていうのは、FX でも、結果をね、出すことがね、できやすい人ですね。で、その逆に、全く危機感を感じることなく、ずっとのほほんとしている人ですね。こういう方っていうのは、まあ、FX やってもですね、大損しやすいですし、結果をなかなか出せないタイプの人なんですね。これ残念ながら。で、これと一体、FX 裏技解体新書の一体何が、なんていうんですかね、まあ、何が共通点あるのというふうに、まあ、思う人も今いらっしゃったんじゃないのかなと思うんですけど、もうね、お気づきの方はね、いらっしゃると思うんですけど、FX 裏技解体新書の中で、解説している、動画講座というのは、まあ、僕がこの YouTube チャンネルにアップしている動画講座たちをですね、まあ、その中で余計なね挨拶部分とか、まあ、余計なね余計な解説の部分をカットして、まあよりねコンパクトにまとめて、まあスムーズにね学習できやすいようにということで、まあ一つの動画に複数の動画講座をこう引っつけているっていう感じの、ものなんですね。それが FX 裏技解体新書なんですけど、じゃあこれ、この無料の YouTube チャンネルでその動画講座見れるから別に FX 裏技解体新書に価値なんてないじゃんと思う方いるかもしれないんですけど、これ大きな間違いで、実はどん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 、まあ、どん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 というか、まあ、徐々にですね、徐々に僕はこの YouTube チャンネルにアップしている動画講座というのは徐々に一個一個ですね、非公開にね、していってるんですね。要は一般公開、もうなんていうんですか、一般公開にせずに、まあ、FX 裏技解体新書の購入者しか見れない動画講座というのがどん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 、まあ、増えてきているよっていうことなんですね。これこそが僕が、先ほど話したその危機感につながるんですけど、僕の動画講座をですね、いつまでも無料で見れると思ったら大間違いなんですね。で、まあ僕のその LINE アットのトークとかでですね、その翔太さんのYouTube の動画講座が非常に役に立っておりますと、毎日拝見させていただいておりますみたいな、日々のトレードに役に立っておりますというようなね、内容のメッセージはね、本当に、本当に多くいただくんですけども、無料で、今ね、その YouTube 開けば、いつでも翔太さんの動画講座見れるわとかって思って、のんきに、している人はですね、結構危ないと思ってください。うん。だから、当たり前の感覚をね、持ってほしくないってことですね。で、これはその FX においても、同じことが言えますよね。FX でトレードをね、もうすでにされている方だったら、この感覚はね、もう深くね、感じていただけているんじゃないのかなと思うんですけども、FX というのはその普通の動きをその大きく裏切ってくる時が、ありますよね。例えば、まあ、今このチャートに映っている、箇所で言ったらですね、例えばこういう場面とか、ね、めちゃくちゃ大きく窓を開けてスタートしてきたりする時もあるわけですよ、うん、土日を挟んでね。で、この窓の開き、これを的確にここから始まるとか、次の週はここから始まる、窓がこれだけ開いてここから始まるだろうというふうに的中させることができる人なんて、まあそうそういないと思います。というか本当にこの世界の中で一人ぐらい、いればいいんじゃないのかなっていうレベルだと思うんですけど、
もう一人もいないかもしれないですね。こんな的確に、次の週はここから始まりますみたいな。まあ、絶対そんな人いないと思うんですけど、要はね、こういうことが言いたいわけですね。イレギュラーな出来事っていうのは、FX においても、いくらでもあるわけです。うん。イレギュラーな動きというのはね。だから、当たり前のような日常がずっと続くというふうに思わないでほしいということを今回、一番伝えたいっていうことですね。うん。だから僕の YouTube の動画講座も、今ね、無料で、YouTube 開けば、いつでも、見ることができるような、僕の動画講座というのも、ある日突然、僕がね、非公開にしてですね、見れなくなってしまっているというような、ことっていうのはね、十分考えられるわけです。で、そうなる前にですね、FX 裏技解体新書、をですね、FX 裏技解体新書というか、僕がこれまで DL マーケットに販売してきている、FX 裏技解体新書シリーズ、1から7までね、全部、ついている、昇太式12点お得セット、こちらをですね、早いとこ買っている方っていうのはですね、これはもう非常に、投資センスのある方、そして、なんていうんですかね、ちゃんと危機感を持って、FX と向き合っていらっしゃる方でもあり、こういう方っていうのは、FX をやってもですね、結果を、出すことの、できる、素質を、かなり持っている方だと、僕はね、思ってます。うん。逆に、一番やばいのはですね、この話を聞いても、まだ何も動かない人っていうパターンですね。うん。分かった分かったと。お前の、言っていること、お前の言いたいことは分かったけども、だからといって、そんなすぐに、変えるほど、俺は余裕がないんだというね。まあそういう方も、もちろん、いらっしゃると思うんですけども、なんて言ったらいいんですかね。それはもう考えようというかですね。うん。いくらでもすべはあると言いますか。うん。本当に、FX のセンスがある方、FX のセンスというか、お金を増やすことのできる、センスがある方っていうのは、どういう行動すべきかっていうのは、この動画を、聞いたらですね、もう分かっていると思うんですね。うん。なんですけども、おそらく、お金を増やすことのできない、お金を増やすセンスを持ち合わせてない方っていうのは、僕のこの動画講座を聞いても、おそらく何にもアクションを起こさない人だと思うんですね。うん。ちょっと今回だからね、厳しめのことを結構僕は言っているかもしれないんですけども、これも全てですね、皆さんに、FX で、お金をね、あなたのその資産が増えていってですね、それぞれ夢とかね、いろいろあると思うんですけど、お金が増えたらやりたいこととか、そういったのをね、叶えてほしいなっていう、こんなことを言うと偽善者とか思われるかもしれないですけども、僕にもそういう思いがあるんですね。うん。せっかくこうやってね、動画、YouTube の動画とはいえ、このような形で、僕と出会えたっていうのは、何かの縁だと思いますんで、なんていうんですかね。僕の動画講座や、僕の FX 教材ですね。を通してですね。あなたがその FX で、お金をね、どんどん稼げるようになっていただけたらですね。本当に僕としてもすごい嬉しいことですし、だからこそ、こういう厳しいことも、言っているということはですね、本当に分かっていただきたいなと思います。うん、なので、なんていうんですかね、お金の問題とかもね、あるかもしれないんですけども、一生涯のことを考えたらですね、全然ね、
そのなんて言うんですかね、全くそんな悩まなくてもいい、金額だと僕自身はね思うんですよね。だってそのね招待式12点お得セットというねコンテンツをね手に入れたら、一体どれほどの裁量トレード、スキル、応用力の効いた、これ重要ですよ、応用力の効いた裁量トレードスキルをどれだけ身につけることができるかっていう話なんですよね。うん、本当にコンテンツのボリューム、冒頭でも言いましたけど、コンテンツのボリューム、そしてクオリティですね、もうこれに関してはですね、半端ないぐらい、他のね方々が出している販売されている FX 兄弟とはもう一線を画しているという自信がありますんで、まあぜひですね、まあその目でね、その目と、耳と、五感でね感じていただきたいなっていう思いはねありますね。うん、本当にねこれぐらいのボリュームとクオリティの教材って、僕今までたくさん FX 教材ね、僕勝てなかった頃ですね、かなり昔の話になりますけど、FX で結果を出すことができなかった時代っていうのはですね、本当にいろんな FX 教材、そしてセミナーとかコンサルティングとかいろいろ僕はね、買ってきたりとか申し込んできたりとかしたわけなんですけども、本当にねそういったね、僕が買ってきた昔ね買ってきた教材とかね、塾の内容だったりとかコンサルティングの内容だったりとか、そういうのと僕が今販売している招待式12点お得セットの、クオリティですねとかボリュームとかね、比較してみたらですね、もう雲泥の差というか、もう全なんかなんなんて言ったらいいんですかね、よくこの招待式12点お得セットのこのボリュームとこのクオリティをよくこの価格で販売しているなって、その我ながらね感心するぐらいのレベルなんですよ、本当に。うん、だからなんて言ったらいいんですかね、ちょっと自分としてもなんか我ながらすごく良心的だなって、思ってます。うん、だから人によってはね高えよとかってね思う方もいるかもしれない知れないんですけども、それはおそらくなんですけど、いろんな FX 教材とか塾とかコンサルとかそういうのをねたくさん買ってない方だと思うんですね。そういう経験がない方だと思うんです。僕はいろんな FX 教材をこれまで買ってきたりとか、いろんな塾受けたりとかコンサル受けたりとか、そういう経験があるから、だからその差が分かるわけですよ。でもそういう差をね分からない方にとっては、もしかしたらこの招待式12点お得セットの価格っていうのはちょっと高いというふうに感じるかもしれないんですけども、それもねおそらくね一周回ったらね気づくと思います。例えばここでね招待式12点お得セットを買わずに他の方のなんていうんですかサービスですね、他の方の FX 教材を買ったりとか、してですね、でいろんな FX 教材買ったり、時には塾に申し込んでみたりとか、したらですね、そしたらねどん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 気づいてくると思うんです。その上で招待式12点お得セットを買ってごらんなさい買ってごらんなさいってちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、買ってみたらですね全然ちゃうなと、やっぱり翔太の言ってたことは本当だったんだなと、もう全然こっちの方がボリュームもすごいしものすごいし、もうクオリティも全然ちゃうし、もう最初からこっち買っとけばよかったなというふうにね、その時初めてね思うんですけども、それはやっぱね経験してみないと分かんないことなんで、やっぱねこの世の中経験がものを言うというかね、FX でもそうですよね、いろいろと学習するだけじゃなくて、その
学習をいかにその実践に移すか、で実践で取り入れるかっていうね、そういうね実践の部分も、ものすごい、大切なわけじゃないですか、あの FX においても。だからやっぱりね、これは経験してみないと分かんないということでね、なんて言うんですかね、まあそんな感じですね。ちょっと今、何が言いたいのか、ちょっと一瞬ちょっとど忘れしちゃったんですけども、とりあえずその他のサービスとは一線を画すということだけはですね、まあ頭のね、片隅というかね、頭の中心にね、まあ入れていただきながらですね、今後まあ生活していってほしいなと思うんですけども、はい、というわけで今回は、招待式12点お得セットについてね、熱く語らさせていただいたんですけども、本当に買うんだったらね、早めに買っといた方がいいです。というのが、僕の FX 教材もですね、僕が YouTube にアップしている動画講座同様にですね、いつまで、あり続けるかっていうのは分かんないわけですよ。ある日突然販売停止にするかもしれませんし、だからそこに関しても危機感というのは常に持っておいてください。ずっと販売、されているなと、だから来月買おうとかね、まあそのお金の問題もあるんでその気持ちも分かるっちゃ分かるんですけども、そうやって余裕を持ちすぎているともう買いたいと思った頃にはですね、もうすでに販売停止になっていたっていうね、そういうパターンもありますんでね、ありえますんで、だからそういった危機感というのは常に持ち合わせてですね、まあ考えてほしいなと思います。で、まあ僕の動画講座ですね、少しずつ非公開にしていっているというふうに、言いましたけども、例えばその見たいと思っていた動画講座がですね、非公開になって、YouTube で、見れなくなったと、その時にですね、FX ラウザ解体新書を買えばいいやと思って、FX ラウザ解体新書買おうとしますよね。なんですけども、その FX ラウザ解体新書も販売停止に、僕がね、していた時にはですね、もう二度とねその動画講座は見れなくなるわけですから、だからそういったなんていうんですかね、まあピンチというか、そういったもう本当に危機感というのを、まあ、常日頃ですね考えながらですね、まあ生活していってほしいなと思います。はい、というわけで、今回の、動画講座はちょっとまあお話だけになりましたけども、以上になります。僕も、早く、体調をですね万全にしてですね、もっと元気よく動画講座、できるように、したいと思いますんでね、皆さんも体調には気をつけて毎日お過ごしください。というわけで翔太でした。ありがとうございました。